冬ランニングで気をつけたいポイント、寒いからこそ気をつけておきたいポイントがあるってことなんですね。はい、皆さんこんにちは、ラントリップ編集部のはるかです。今日もナイスランスポーツ MC の岡田です。さあ本日は冬ランニングの注意点3つお届けしていきます。イエーイ。冬はさ寒いしさ乾燥してるしさ、ああもう外行きたくない、布団から出られないっていう方もいるかもしれないんですけど、はい、冬ランニングで気をつけたいポイント、そうなんです、調べてきたのでお伝えしていきたいと思います。一つ目が血圧の上昇。血圧の上昇、はい、二つ目が、脱水症状ですね。三つ目が怪我ということで、はい、怪我ね、はい、はい、まずじゃあ1個目が、はい、血圧の上昇、どういうことですか冬の血圧の上昇っていうのは。そうなんですよ、うん、冬場は熱が外に逃げるのを防ぐために、はい、ギュッと血管が細くなって血圧が上がりやすいので、そうなんですね、より例えば寝起きとかに血圧低い状態から高いところに移ると心臓に負担がかかってしまうので。そうか、寝起きは血圧低いですもんね、はい、うんうんうん、なので高血圧の、ね、方もいらっしゃるかと思うんですけど、うんうん、特に冬場は注意していただきたいです。気をつけてる方いらっしゃいました気をつけるっていうのは何をすればいいんですか。はい、ポイントとしてはまず起床の直後に、まあ、すぐ外に出るんではなくって、うん、血圧と、はい、体温を徐々に上げて安定してから外に出るっていう、なるほどね、準備が大事になってきます。なるほど。ってことはちゃんとウォーミングアップする。はい、その通りです。ウォーミングアップをまずしっかりして、うん、徐々に体を流していくことが大事です。決して寝起きで速攻ランパンランシャツに着替えてスピードを上げてはいけないと。そうなんですよ。やってませんか。やってませんか特にシリアスなランナーの方とかはね、うん、やってる忙しい方が時間がないとかってね、いるんですよ、たまに4時台5時台朝寝起きでね3分台4分台で走れちゃう方とかいますけど危ないちょっと危ないので、はい、注意していただきたい。ちゃんとウォーミングアップして体をこう上げていくってことですね、はい、でその時に走る髪まで、おっしゃってた走る格好も、うん、なるべく露出を避けて、うん、なるほど、手首足首いろいろ防寒していくのが大事なので、手首足首、はい、ちょっとアイテムをご紹介していきたいと思います。ちゃんとケアしていきましょう。はい、まず手袋ですね、はい、はい、グローブ、こちらもね、指先から冷えていくので、はい、グローブしてください。ずっと冷えてますよ、指先は、はい、あと足首のところもなるべくこのランドリップのね、ロングソックスなんかあるんですけどめちゃくちゃ宣伝入れるじゃん。宣伝入れるんですけど、足首も短いソックスよりもロングソックスの方がくるぶし、ね、もうちゃんと覆っていこうっていう、はい、なのでタイツの上にこういうロングソックスを履いたりして守ってもらって、タイツの上に履くの可愛くていいですね。そう、可愛いんですよ、 おすすめです。はい、あとはね、この首もネックウォーマー、ネックウォーマーですね。いや、はい、このね、もうこういうバフなんかはね、ネックウォーマーとしてもこうなんか耳を隠すのもね、この時期はいいですから、うん、汗かいたらこのままね、拭けたりもできるのであこのままねらしいですよ。万能だ。あとバンダナとかにしても使えるみたいで。そっか、そうなんですよ、めっちゃいいですね、万能なので。もうこういったタイプもあるので、うん、まあ、首もあってみてください。いくつあっても大丈夫ですか、ね、はい、あとはこのアームカバーとかね、これも T シャツ あの下に、ね、そうですね、やっておけば、あのもし暑くなったら、ああそういう体温調整ね、レースの時とかもやりますけど、うん、いいですね、うんうん、この時期は普段から使えるということで、はい、できるので、こういったアイテムも活用しながら、はい、肌の露出をなるべくなくして、はい、急に血圧体温が変わることをね、防いでいただきたいなと思います、うん、しっかり温めるってことですね。そうです、暑くなるからいいんだよ俺はっていうことでダメですと、うん、そうです、心臓にね、あ悪いので、確かに、はい、ウィンドブレーカーとかこういうねあ、ジャケットを羽織るっていうのもいいですね、はい、風もね、結構風から体温も奪われてくるので。おー、なるほど、はい、はいはい、大事ですね、血圧の上昇を意識するってことは。はい、ありがとうございます。ぜひ取り入れてみてください。無理しないでください。はい、はい、あとですね、あの以前スリープトレーナーの平野真理さんがお話ししていたことがあって、うん、朝の深部体温と言って、はい、体の深部、内臓とか、まあ、脳とかの温度が、うん、睡眠の質によって変わってきますよっていう話をしていまして、はい、えってかおっしゃったけど俺出た、はい、岡田さんも出てた動画なんですけど、例えば寝るときに厚着をして寝る方も多いと思うんですけど、はい、フリースで寝てます今。そう、その時にあのしっかりとあの放熱をした方がいいので、はい、パジャマとかやっぱり長袖長ズボンのちょっとね、生地の、あ、いい、なるほどね、だから厚着しすぎないっていう、ね、うんうんうん、放熱できるもの、はい、なるほど、取り入れたりとか、お布団の上に毛布っていう方が温まりやすかったり
りとか蓋をする感じですよね、はい、毛布でね、はい、あと背中の方に体の下側に毛布を引く毛布を引く方が熱をね保ってくれるみたいなので、まあ、そういったあの睡眠の環境も整えると朝のランニングしやすい体、体温の状態が変わるってことね、動きやすい体を作れるということなので、深いですね、深いんですよ、朝ランは夜から始まってるっていうことですね、そうなんです、なので気になった方はね、そちらを見ていただきたいんですけど、うん、まあ、そういう、まあ、睡眠のこだわりとかもねあるので、はい、ぜひそちらから気をつけていただいて、まあ、血圧の上昇、うん、には気をつけていただいて、なるほど、体温状態で走っていただける、ちゃんと体を温めるっていうことが、まあ、それにつながってくるということですね、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、1点目でした、はい、続いて2点目が、はい、脱水症状に気をつけてください、うん、なるほど、冬でもってことですよね、そうなんです、これなんか忘れがちですけどね、そうなんですよ、うん、特に冬場っていうのは乾燥してるので、うん、水分がね蒸発していて体の体液っていうのが失われやすい状態に、はいはい、なってます、あ、そうなんだ、やっぱ乾燥って怖いですね、そうなんですよ、うんうんうん、で逆にその夏に比べてやっぱり喉ってそんなに乾かない気がするから、あ、分かる、飲む量減ってますよね、減ってると思うんですけど、うん、乾燥で減ってて、かつ日常生活あまり変わってないので、その変わってない状態のまま、そうですね、水分を取る量が減ってて、でかつランニングを、ね、して、そうですね、水分塩分失われてると、もうかなり脱水が危ない、進んでしまうので、血液がドロドロかもしれない、ドロドロかもしれないドキドキするそれなので、はい、意識的に取った方がいいですね、じゃあ、そうなんですよ、わかりました、朝起きたらコップ一杯水を飲んだり、はい、こまめに水分塩分補給していただいて、うん、冬も脱水に気をつけていただきたいなと、ね、なるほど、冬だからこそ特に意識ね、喉がガークとかそういうのを感じづらいからこそ特に意識していきましょうということですね、うんうんうん、はい、そういうことでございます、肝に銘じておきます、はい、で逆にあの汗を、ね、かきすぎて冷えていくっていうね、冬ならではの汗冷えとかもあるので、うんうんうん、インナーとかで乾きやすい速乾性のある、ね、素材のインナーを着たりする、走ったりするとね、より汗冷えも防げますので、うん、こちらもやってみてください、はい、みんな大事、はい、が2点目でした、お、最後は怪我ということで、怪我もいつも気をつけてますよ、全然気をつけてますか、冬だけじゃなくたって、ね、まあ、でも特に冬は、はい、その筋肉とか関節が冷えて、はい、体の柔軟性が低下するので、そこの状態で筋肉って緊張して硬くなって、はい、で急になんかもうダッシュして筋肉が収縮すると、より肉離れになってしまったり、怪我のリスクが高まるので、うん、そっか、やっぱそうだよね、そうなんですよ、気のせいじゃないんですよね、そうなんです、この筋肉が固まってる気がするのは、うん、なんかでも夏よりなんか体硬い感じしません？します、関節とかもなんか痛いもん、そうなんです、なので特に冬は、まあ、しっかりとそっかウォーミングアップ、筋温を上げること、筋温を上げる、はいはい、筋肉の温度を上げることが大事になってきます、うん、はい、あとは可動域もねしっかりと広げて心拍数も上げた状態で走り出すっていう、そっか、大事ですね、なるほどね、ちゃんとしたウォーミングアップをやろうと、はい、うん、であのラントリップのチャンネルでもスポーツトレーナーのレイシーさんに、お疲れレイシー、ウォーミングアップ の, あの動画をね以前公開しておりますので、はい、はい、こちらでも本当に筋温が上がる、ちょっと汗かくようなウォーミングアップになってるので、そうそうそう、もうあのすんごい再生回数がある、だから多くの人がやってるっていうね、はい、はい、もうね毎日やってくださってるね方もしかしたらいるかもしれないですけど、いいですね、レース前とかにも使えるようなウォーミングアップ動画になってますし、はい、冬だからこそその最初のね血圧の上昇っていうのももちろんありましたけど、うん、この3つ目の怪我、ウォーミングアップしっかりやって筋温を上昇する、可動域を広げる、心拍数をちょっと上げてから動き出すっていうところが、やっぱ準備っていうのが大事ってことですね、うん、そうなんです、ね、冬だってカチッコチにこう固まってるからこそ、練習だったりやっぱりレースでもパフォーマンスをね十分に発揮するために、意外とウォーミングアップって大事なんだな、そうですね、これでもねいると思うんですよ、サメサメもうすぐ走り行こうみたいな言うじゃないですか、ね、そうです、そうです、まあね、ジョグは本当にゆっくりまず走るのは、ね、いいことなんですけど、まずなるべくあのストレッチとか、はい、動的な動きをして、うん、ジョギングするとなお体がベストな状態で走れますので、そっか、そういうことですねじゃあもうちゃんとその最初に言った血圧の上昇のところもそうですよね、うん、いきなりあの動き出さないっていうところ、血管が収縮されてるんだよ、筋肉が固まってるんだよ、だから怪我もしやすいし、ちゃんと準備をして動き出していこうねと、うん、
はい、ということで夏に引き続きちょっとね、はい、口うるさいはるかになってしまったかもしれないですけど、いやいやでもね、でもこういうのじゃないと、はい、日常のことですから我々も、はい、怪我をしてするまで気づかないんですよ、はい、だからやっぱ怪我する前にありがとうございます、はい、なのでこのね今の3つを気をつけていただいて、うん、冬のランニング、はい、楽しんでいただければと思います。はい、よろしくお願いします。北の大地の方とかより一層冬が長いですからね。そうですよね、はい、ぜひ皆さんがどういう冬ね、うん、ランニングのためになんか準備してるとか、うん、そういうのもみんなぜひ教えてほしいので、確かにこれやってますよとかね、はい、あればぜひコメント欄に、ルーティーンとか、うん、いいですね、はい左右をいっぱいとかねぜひコメント欄に入れてください。はい、教えてください。はい、では引き続きランニング楽しんでいきましょう。バイバーイ。